アルファバスは大型の静止軌道通信衛星用の衛星バスである。アルファバスはフランスのタレス・アレーニアスペースとアストリウムサテライトがフランス国立宇宙研究センターと欧州宇宙機関の支援を得て共同開発した。アルファバスのプラットフォームは米ロードへ供給する電力が12から18キロワットとなる通信衛星を対象に設計されている。 アルファバスを利用した衛星は、打ち上げ時の質量が6から8トンであり、タレスアレーニアスペース社の最も強力な衛星バスで、ある、スペースバス4000の5.9トンより35%大きくなり、同様に、アストリウム社のユーロスター3000バスよりも大きくなる。様々なミッションを最適に実行するため、このプラットフォームに基づく衛星には、電気推進装置や、 供給電力の強化等、いくつかのオプションをつけることができる。またこのプラットフォームには、最大190個の高出力トランスポンダと大きなアンテナを取り付けることができ、またより規模を拡大する余地を持つへの対応が可能。2013年にルブルジェの航空ショーで展示された実物の1、10のモックアップ欧州の2つの大きな 人工衛星業者による新しい人工衛星の開発は既存の衛星バスであるスペースバスというロスターからの教訓を考慮に入れて行われた。インマルサットはアストリウムサテライトとの間でこのプラットフォームを最初に使う契約を結んだ。この衛星はアルファサットと名付けられヨーロッパ、アジア、アフリカ、中東で新しい世代のモバイル通信を支える。 ブロードバンドグローバルエリアネットワークを提供した。アルファサットは一部欧州宇宙機関とイギリスの地域開発公社からの資金を受けていた。新しいアルファバスの最初のサービスモジュールは2010年1月末にフランスのカンヌからトゥールーズまで初めての移動を行った。3日間の移動は衛星を運ぶ長さ20メートルの大型トラックと何台かの護衛車と 都市部の道路を封鎖するための警察車からなる車列で行われた。アルファサットは2013年7月25日にフランス領ディアナから打ち上げられ、8月初旬までには正式道に達し、太陽電池アレート、主犯射橋の展開に成功した。ありがとうございます。